地獄の法、あなたの死後を決める心の善悪、大川隆法。第2章、地獄の法。5、肉体的快楽とあの世での代償について。動物と人間の違いを分ける自制心。大事なことは、やはり動物と違うところぐらいは認識していただきたいということです。人間として相手の尊厳を認めた上で、魂的に愛し合う、そして高め合う、それを一応理解した上で、人間として許されている範囲内で肉体的な快楽も伴うことが、ある種のこの世の幸福になることもあるので、その辺は許されてはいるものではあります。けれども、それを超えて、動物ならそうするであろうというレベルまで行っているなら、例えば動物のオス犬もメス犬がいるところに放てば、もう見境はなく次から次へと襲いかかるであろうと思いますけれども、そういうレベルになっているようなら、ちょっと問題です。日本では狐の例がよく出ますが、これも女性が悪魔性というか魔性を発揮して男をたぶらかして堕落させたり、罪人にしたり、道を間違わせたりすることもよくあります。女性はモテるのが仕事と思っている方もいるので、そういう魔性性を秘めた性的な魅力に夢中になっている女性等は、それはまた畜生道に近いところにあるわけです。だから血の池地獄は比較的畜生道に近いところにあります。コンバーティブルという交換可能なところがあります。では動物はみんなダメかと言ったら、そんなこともなくて、例えばパンダというのは1年のうちにもう2日か3日しか恋をしないのです。その2、3日の間に、動物園の飼育員とかは何とかして結婚してもらおうと思って、もう配管禁止にして、お客を入れずに静かな環境を整えて、精神統一をして結婚してほしいというようなことでやっています。年に2日ぐらいしか発情しないパンダは、1年中発情している人間に比べれば、もしかしたらもうちょっとまともかもしれないという感じもします。俳句では猫の恋という季語がありますけれども、2月ということになります。2月頃に妊娠すると、夏頃に生まれます。夏頃に生まれると育てやすいということです。食料も豊富だし、凍え死ぬこともないので、だいたいその頃に生まれるように設定されているわけですが、それ以外の季節に関しては、男女の猫がいても特に関心がない状態で過ごしているものもあります。ですから動物だから全部人間より下というのなら、間違いもあるかもしれないので、この辺は気をつけなければいけないと思います。ある程度これは自制心ではなくて本能なのかもしれませんけれども、動物でも一年中発情しなくてもいいようになっているものもあります。一方人間は一年中発情はできますが、それがゆえに自制心が必要で、時、ところ、相手を選ばなければいけないということです。ある程度正当性があるかどうか、
神様、仏様、あるいは指導霊、守護霊の目から見て正当と思えるかどうかということです。仏教の中では時にあらず非時というのがあります。例えば夫婦とかそういう性的関係に入ってもおかしくないような関係の人たちが仕事が終わったレベルでくつろぎの時間帯にむつみ合うこと自体はよろしいのですけれども、それが日中から仕事をしている時間帯からセックスに励んでいるような感じになったり、あるいは子供たちがいっぱいいてまだ起きている中で夫婦がそういうものに励んでいたりすると悪影響が出ます。そういう時を選ばないような場合は一応仏教的には不法行為に相当します。それから場所を選ばないこともそうです。刑法でも猥褻物陳列罪とか公衆の前でみだらな姿を見せたりいろいろすることは罪になりますけれども、一緒でしょう。そういう場所を選ばないものも許されないことです。場所を選んでストリップ小屋でストリップをしているなら文句はないだろうと、それはおっしゃる通りですけれども、その辺は警察とかがどのような判断で取り締まりをしているかにもよります。完璧にはやっていないようではありますけれども、あまりきっちりやりすぎると今度は犯罪が増える場合もあるので、警察はその辺は手加減を時々してきつくしたり緩くしたりしながらやっているところもあるようです。生産業自体には地獄的な部分が多いのですけれども、全く完全に滅菌状態にすると今度は素人の女性とかが会社帰りとかにいっぱい襲われたりするようなことも増えてくることもあって、この辺は微妙なさじ加減でやっているようです。それが正しいかどうかについては別途判断はありますけれども、そういうことがあるようには思います。非常に難しいところです。肉体は魂が宿る聖なる宮として大切に使ってほしい。ここで間違ってはいけないのは、この肉体というのは自分のもので自分の自由になるからどうしようと勝手じゃないのというような感じで思うことです。足が生えているからサッカーボールを蹴ってサッカーをして何が悪い、手が生えているから野球のバットを振ってヒットを打って何が悪い、同じじゃないかというようなことで、人間にはもう自分の肉体所有権があるんだからどう使おうと勝手じゃないかと思っている方が結構多いということです。これに対しては一応両親からいただいた肉体であるということに対する感謝を持たなければいけません。肉体をいただき、赤ちゃんとして産んでいただいて育てていただくのに大変な苦労をかけてきているわけです。犯罪人になってほしいと思って育てている両親はほとんどいないはずです。世の中の役に立って立派な人間になってほしいとご両親は大体願われて努力してくださっています。辛い仕事もし、ご飯も作り、子供が泣けば夜も眠れない、そんな中を育ててくださったのです。大人になってもう18歳になった、20歳になった、もう自分の自由だと
思うのは結構だけれども、両親からいただいた肉体をどのような形で使うかということで、社会に還元していくというか、次の責任につなげていかなければいけないわけです。大人になった時に、自分があまりデタラメすぎる生き方をしていたら、今度はまたいろいろな形で子供ができたりすることもありますけれども、子供たちに不幸をまき散らすこともありえますので、この辺の責任の自覚が必要です。また、両親から直接には肉体をいただいていますが、それ以前の段階で神仏が存在して、霊界というところがあって、生まれ変わりの仕組みがあって、許可されて天正輪廻してきているのだということです。だから実存主義的な考えはほぼ間違いです。偶然に投げ出されて親を選べないでこんなところに生まれたという被害妄想になっている方もいるかもしれないけれども、生まれてくる先は知って生まれてきているので、もし困難なところを選んで生まれているなら、修行課題がなんだかあるはずなのです。それは知ってほしいというふうに思います。やはり自分の体も聖なる宮なんだ、魂が宿る聖なる宮なんだ、と思って大切に使ってほしいと思います。それ自体は善でも悪でもないのですが、包丁やナイフであっても上手に使えば料理にも使えますし、果物の皮も剥けますけれども、人殺しに使おうと思えば凶器に変わります。そういうふうに使う人の気持ちによって善にも悪にもなるということです。この世で人権はあるが、地獄界には人権はない。今はちょっと LGBTQ 等がどんどん世界に広がっていっていて、特に西洋民主主義国というところでは広がっており、それを人権だというふうに言ってはいます。LGBTQ 等の人で、ある程度あの世に来る人も増えてき始めたので、点検してみる限りは、この世の人権で言ってはいるのですが、あの世の地獄界には、残念ながら人権はないのです。人権がない状態になっています。先ほど東洋輪の話もしましたが、そういうのがふさわしい人には、刀、剣の生えているところで、追い立てられる罪もあるけれども、今はもうちょっと現代的な地獄も出ています。外科手術が普通にありますので、医者が手術をする時のような道具がいっぱい出てきて使われています。だから病院型の地獄もあって、そこで電気のこぎりで体を引かれるとか、あるいは手術をされてメスで切り裂かれるとか、こういうことも行われる地獄もあります。そういう地獄がある以上、医者や看護師であろうとも、その本分を忘れて、人間として悪人であったという人もいるということでしょう。病院を経営している中にも、悪徳医者もいます。全部が全部天使とは言えないところがあるので、そういう人も来ていて、そういうことをやっている人もいるということです。だから、ちょっと時代の変わりを今感じてはいます。昔は国情地獄というものもありました。国情というのは、これは炭の輪のことなのです。大工が木を切って、柱を作っていったりするときに、糸に炭を含ませたものを
柱の片方から片方につけておいて、ピッと離すと柱の方にピシッとした線が引けます。そしてその線に沿ってノコギリで引いていくと、きっちりと材木が切れるわけです。これを刻定と言います。私の祖父は宮大工で、そういうのは得意だったそうです。源左衛門と言っていたのですが、源さんの刻定にはもう一部の隙もない、ピシッと全部引けるというようなことを言われていたと聞いています。それを人間を切り刻むときに使うという地獄が刻定地獄であり、その墨をつけた糸でピシッピシッピシッとするわけです。これはキョンシーというか東洋型のゾンビで、復活するキョンシーものにもちょっと出てくるのですけれども、こうした刻定を打って本当は切り刻むことになるのです。そういう地獄が昔はあって、今はちょっと病院とかが関連している地獄が多いのです。今も廃病院、もうなくなった病院、営業していない病院のようなところに夜の心霊体験スポットで行ったりもしていますけれども、そういうものが地獄界にも現れてきて、そうしたお仕置きの場になっていることもあるということです。だから言っておきたいのは、この世で人権を主張されても結構だけれども、あの世で人権が全くなくなる状態にまでなるなら、おやめになった方がよろしいのではないでしょう、ないですか、ということです。自由は大事です。とても大事ですが、その自由にはやはり責任が伴うので、その自由をみんながやっていったら世の中がどうなるかということを一応検討しなければいけないのです。みんながその通りやったら世の中が崩壊して、社会の秩序が乱れてしまうなら、やはりそれはよろしくないことです。カント的ではあるけれども、自分がやっていることを周りの人がみんな真似をして、そして世の中が良くなると思うのなら結構だけれども、自分がやっていることを自分だけはやってもいいけれども、他の人にやってもらったら困るというようなことで、みんながやっていたらそれは犯罪になるわけで、進められることではないということです。だからみんながしてもいいようなことをやりなさいということで、確率という言葉がありますけれども、同じであって真似をしてほしくないようなことはしない方がよろしいかと思います。麻薬とか覚醒剤とかを打つのも、日本などではまだ犯罪として厳しく取り締まられていますけれども、海外ではもうちょっと緩いところが多いし、資金源になっているところもあるのです。国としての収入になったり、あるいは犯罪組織の収入源になっているようなところもあります。ただ先ほど言ったように、自分の体は自分のものだから、麻薬や覚醒剤でどうなろうと、そんなの勝手じゃないか、長生きしようが早く死のうが自分の勝手じゃないかという考えもあるかもしれないけれども、必ずそういうものは広がっていくものですので、他の人もそうなってこの社会は構わないのか、次の代はどうなるんだ、その次の代はどうなるんだということを考えれば、やはり望ましいことではないものはやめた方がいいということです。そういうことが言えるかと思います。